皆さんこんにちは2次元ボディの天木純です、えー、今日はシープルさんの撮影でとってもワクワクボインボインしてきましたよろしくお願いします コロナ禍に自宅で自撮りをすることが増えてちょっと過激な写真をたくさん載せたんですけれどもとはいえグラビアアイドルは過激な写真載せるのは当たり前なのでなのにもかかわらず SNS でセンシティブ警告がたくさん出るようになってしまって唯一の私の一番のプロフィールであり SNS で居場所なのにもかかわらずそれがなくなってしまってすごく寂しいです。センシティブ外してください